第303突撃砲旅団は第二次世界大戦におけるドイツ軍の戦車旅団の一つである。ドイツ国防軍が編成した突撃砲旅団の一つだが歴史的にはフィンランドでの戦歴が知られている。第二次、ソ・カオル戦争において、老能赤軍の大規模攻勢が始まって少し経った6月22日にフィンランドに到着したドイツの援軍の一つ。 大規模な戦車部隊を持たない、フィンランド軍にとって、第303突撃砲部隊の存在は大きく、カレリア方面司令官であったレンナルトを主は、本部隊の活躍を織り込んで反撃に出たとする説も、ある。しかし独ソ戦開戦前後からフィンランドに駐留し、厳しい気候や道路事情に慣れていた第20、山岳軍などとは異なり、到着して間もない第303突撃砲両団は、 フィンランド側が期待していたほどの戦果を上げることができず、タリーハンタラの戦いでは大きな被害を受け、フィンランド軍総攻師団を指揮していたエルンストルーベン・ラガスを失望させた。当時のフィンランド国防軍において突撃砲の存在はあまり重要視されていなかった。それは不評による火炎瓶や傘のパスによる肉薄攻撃が赤軍の戦車に それなりの被害を与えていたことや、フィンランドが唯一まとまった数を所有していた、突撃砲というべき BT-42 が、成功策とは言い難く、事実戦闘に参加した本社の多くが満足な戦果を上げることなく撃破されてしまったことが原因と、考えられている。傘のパス第303突撃砲旅団の誘致や、スリー突撃砲の購入はそれを受けて行われた。 結果的に榴弾は、かんばしい戦果を上げることはできなかったが、一方で、スリーゴー突撃砲自体は、クーテルセルカの戦いでウイジンを飾り、多大な損害を受けるものの、パリーハンタラの戦いにおいて圧倒的に上回る、スペックの T-34、85や J 数 -152 に奮戦し、軍上総部の突撃砲不要論を一掃。 継続戦争末期のフィンランド軍の防衛に欠かせない存在の日なお、フィンランドに対してドイツが供与した戦車は他に、ソ連から路角した T-34、76や縫合戦車があるが、後者は到着時期が遅く、実戦には参加していない。ありがとうございます。